アルゴンキン州立公園アルゴンキン州立公園は、カナダ・オンタリオ州のジョージア湾とオタワ川の中間、マスコーカ地方に位置するオンタリオ州州立公園。1893年に制定され、カナダで最も古い州立公園で、カナダ国定史跡にも指定されている。その大きさは面積にして7653.45平方キロメートルで、 静岡県や宮崎県とほぼ同じ広さを持つ。トロントとオタワなどの大都市からも近いことから州内で最も人気のある公園の一つ。公園内には2400以上の故障があり、1 2 0 0トルにも及ぶ川が流れている。ビーバー、キツネ、ムースなど1種以上に上る動植物が生息しており、自然観察としても重要な区域である。また、 アメリカ赤狼の保護生息地にも指定されている。ヘラジカがよく見かけられる。1992年にアルゴンキンロギングミュージアムが開業。アウトドア活動が盛んで、公園南部のハイウェイ沿いのキャンプ場8カ所にある1200カ所以上のキャンプサイトのほか、公園北部、東部にはキャンプ場3カ所に100カ所以上のサイト、さらに公園内部には徒歩、 カヌーのみでしか行けないサイトが多数整備されている。釣り、マウンテンバイク、トレッキングおよびデイハイキング、乗馬、クロスカントリースキーなども人気である。ありがとうございます。